彼を釣り上げた、一押し。お、消えた。転送されていったんやね。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月11日土曜日の午後5時34分です。本日はなんとアイナ島で初めての釣り大会が開催されております。おお。開催時間は夕方6時まで、受付は広場前にテントとなっておりますので、どなたもご参加くださいね。では本日も楽しい一日になりますように。いいねいいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、ん、なんかマミーさんの格好が。もしもし、こちらたぬき商店のつぶっちです。何あれ、ジャージ買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金36,000ベルをお口座に振り込ませていただきました。多分もうちょっとやと思うよね、ローンが完済できるの。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ということで釣り大会か、頑張っていこう。一応もうしょぼい釣り竿じゃなくて、ちゃんと普通の釣り竿なんよね、マミーさん。お魚来ないな、ダフン。あ、またあれかな、受付やっとかんといかん感じかな。ちょっとジャスティン、ジャスティン、まだ誰も来ないねオッケー、ジャスティン、ヤッホー。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日アイラ島の釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか釣り大会ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単、制限時間3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。3分？え、そういう感じ。釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるから、ガンガンチャレンジしてくれよな。あ、じゃあ何、いつ来ても3分間チャレンジだけって感じ。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気にすることなくいつも参加できるってことさ。すごーい、4次元ポケットみたいな感じもうなんか速攻でここに転送されてくるんやね。じゃあ早速だけど釣り大会に参加しちゃう。今日初めての人は参加費無料だよ。え、普段無料じゃないんすかマジで。え、じゃあ、うん、大会に参加します。ウェーイ、そうこなくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたらボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。3匹以上、行くよ行くよ。待って、釣り大会スタート。そういう感じなんやね。待って、魚魚魚、おい魚。お、みんな釣りしよる。みんな3分測りよる感じなんかな。おいでおいで。あ、でもそっか、川だけじゃなくって海の方も行かんとね。なんかみんな川で釣りおらん普通海の方じゃないの。卵やし、ちょ、待って待って待って、これでもこれは魚じゃない、ひとまずしまっておこう。ちょっと待って、海行くわ私。あ、これどうやろう、卵かな。そっか、今ね、イースター期間中やけん卵の罠があるんやん。ちょっと最悪なんやけど、来い来い。もう1分経っちゃったんですけど、早くね。はい、来た。彼を釣り上げた、一押し。お、消えた。転送されていったんやね。ちょ、待って、こっち側行こう。なんでみんな海で釣りおらんの。なんかみんな川におるね。え、待って、海の魚おらんくね。ちょ、あのメッセージボトルは後から拾う。怖い怖い。3分思った以上に短いなね。はい、来い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 。カレーばっかりだなカレーを釣り上げた、一押し。3匹釣ったらボーナスポイントつくってよったよね。え、おらんすぎじゃない。なぜ、普段でももっとおる気がするけど。おいおいおい、こんな時に限ってやん。これ3匹も釣れんかったらどうしよう。あ、ここにも。お、アンチョビー。あれやね、あつ森ではちゃんとみんなイベントに参加する感じなんやね。え、見えてる魚。見えろよ。もう2分経ったよ。ちょ、待って、これ遠いな。あ、ちょうどじゃないこれ。来い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 。
とりあえずこれで3匹。ちゃんと魚なんだろうね君。お、はい、来たー。これは鯉、鯉を釣り上げた。いい調子。ボーナスポイントやね、これで。ちょ、魚や魚や。君は魚かい？もうなんか、ああ、もうあと10秒ぐらいしかない。え、めっちゃせかされる釣り大会やね。こんな釣り大会初めてなんですけど。早く食いつけよ。早く食いつけよ。おーっと、これはミノカサゴを釣り上げた。ヒレに毒があるから触ると危険。え、なんかしまわれた。3匹やん。やば。3匹とかやば。どんだけやねん。じゃあこれで終了ってことっすかね。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな。君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃおうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で3匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、5ポイント獲得だよ。ウィー、上がる。何の写真。ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。溜まっていく？あ、なんか毎回毎回溜まっていく感じ。ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。ふんふん、なるほど。ウェイウェイ、調子はどう？クーラーボックスは確認してくれたかな。いらない魚があったら全部俺が買い取らせてもらうし、また声かけてちょうだい。あ、じゃあ全部買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は3匹。種類はと。全部で1350ベルになるけど、いいかな。全部売ります。毎度あり。クーラーボックスは空にしとくからさ、また大会にチャレンジしてくれよな。あ、これもしかして1日に何回もチャレンジできる感じ？お、どうしたのかな？釣り大会のことなら何でも聞いてくれよな。あ、何回でもチャレンジできるんや。で、次からは何本お金必要なん？オッケー、待ってました。2回目以降の参加は1回につき500ベル。まあ、でも、3匹釣って1350やったっけ？やったけん、まあ、全然、プラスで終わる感じではあるんやね。買い取ってくれるのいいね。魚政さんみたいに食べるだけじゃないっていう。食べるだけというか、食べるわけじゃないっていう。ちょっと更新してこう。3匹以上でボーナスポイント。行くよ、行くよー。どや、また5やろ。でもこれで10ポイント獲得できたわけやん。何ポイントで何が交換できるんかな。はい、数は3匹です。3匹以上だからボーナス5ポイント、イエイ。私この動きすごい好き。でこれで10ポイントになったわけやね。うんうん、ちょっと一旦グッズ確認しよう。あ、とりあえずあのクーラーボックスの中の買い取ってくださいまし。はい、買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は3匹、種類はと。全部で1560ベル。あ、ちょっと上がったかな、200円ぐらい。売ります。え、なんか釣り大会めっちゃ稼げる。もしやめっちゃ稼げる、よくない？あのグッズ見せて、グッズどんな感じ？お、どうしたのかな？釣り大会のことなら何でも聞いてくれよな。どれ？他のこと？それじゃあこれかな。大会に参加してくれた人へのサービスで、魚の高額買い取りもやってるぜ。あ、違う違う。ポイント交換して。君のポイントは、10ポイントだね。オッケー。10ポイント使って商品と交換するぜ。ん？何？あの、一覧みたいに見せてくれるわけじゃなくてってこと？俺がプロデュースした魚グッズ、魚の傘をプレゼント。釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。なんか魚もらった。魚じゃない。魚の傘もらった。どんな感じ？あ、かわいい。え、めっちゃかわいくない？これ。いいね。おしゃれ。よし。じゃあどんどんポイントを貯めて、どんどん交換していこうということかな。あ、ちょっと待って、参加してない。参加してない。はい、参加させてね。いいね、いいね。お金がどんどんと。次の釣り大会は7月に開催するよ。また魚釣りまくっちゃって。結構先やね。
ウィーウィー釣り大会終わっちゃったね。どう？楽しんでもらえた？めっちゃ楽しかった。お、ってことは春の釣り大会大成功。いやー俺もほんと楽しかった。君も魚のこと前より好きになってくれたら嬉しいな。あ、それよりさ、君大会ポイントが溜まってるみたいだよ。今20ポイントあるけど10ポイント使って商品と交換する？うん、10ポイントで交換なんや。あ、じゃあなんか何ポイントあっても10ポイントずつの交換になるっていう感じなんかな。もらいます。ってことは2回分あるってことやね。それは何？俺がプロデュースした魚グッズ、お魚ポシェットをプレゼント。まだポイントがたくさん残ってるけど商品と交換する？え、じゃあ交換する。なんだ、どんだけ貯めても10ポイントずつなんやね。うんうんうん、いいいいいい。お、部屋？俺がプロデュースした魚グッズ、お魚のラグをプレゼント。ラグか、絶対かわいい。釣り大会終わっちゃうとなんだか寂しいね。ってことは今回は商品3つ分ゲットってことか。お魚ポシェット、え、どんな感じ？あ、かわいい。魚の形しとる。めっちゃかわいいやん。じゃあこれに魚の傘に、え、超かわいいです。めっちゃかわいいです。ちょっと待って、ちょそうそう、その角度でいてほしいね。めっちゃかわいい。よき、超絶良き。晴れてるけど。まあ何種類道具があるんかわからんけど、とりあえず今回の魚釣りでは、3つ分のお魚グッズがゲットできたということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね、結構なんか仕組み的に言えば、まあ、時間制限とかは全然違うけど、ポケモリみたいな感じ。このなんかグッズがいろいろもらえるっていうのがいいね、いいね。魚政さんの時より全然私は楽しい。キャラの問題ではないけれど。